今日の県内は高気圧に覆われてよく晴れ、朝から気温が上がり、午前11時までの最高気温は石川で 32.5 度、伊達市梁川で 32.4 度などとなっています。郡山市では朝から日傘や扇子を使う人たちの姿が見られました。すごい暑い、暑いです。汗かいたら汗拭きシートで拭いたりとか、首にタオル巻いたりとかは結構してますね。県内はこの後も気温が上がり、予想最高気温は福島市と会津若松市で35度など、猛暑日となるところもある見込みです。今後も厳しい暑さが続く予想で、気象台は熱中症に警戒するよう呼びかけています。